はい、どうもこんにちは。今日はね、俺に物申すやつに物申すかい。ヒカキン信者に物申す。ってことでね、ちょっと物申していきたいと思います。そもそも、君たちは俺の動画をバカにできるほどの再生回数も稼いでないのに、いちいちうるさいんだよ。ほんとに。な。まずね、人のことを気持ちねえって言うんだったら、まず俺と同じ土俵に立っていくわ。俺と同じフィールドに立ってから、超物申しいただけたらなと思います。はい。俺の高みまで、果たして、登ってこれるかどうかはわからないけど、ね。果たして、君たちぐらいの、な、貧弱や YouTuber どもは、な、俺の高みまで登ってこれるかわからないけど、ちょっと登ってきて、いただけたらなと思います、本当に。な、俺と同じ高みに登ってきたら、俺にいくら物申しもいいわ、本当に。な、底辺のくせに、俺に、いちいち、な、どうすればいいやら、こう、どうすればいいやら、こうすればいいやら、ああすればいいやら、いちいち、してくるんじゃないよ、ほんとに。俺は、俺の考えがあってやっているんだ。な、死ねとか、そんなこと言われる筋合いもないし、な、ちょっと、自分のね、動画の質を高めてから、ちょっと俺のところに来てくれ、ほんとに。俺の高みに、果たして到達できるかどうか。ちょ、努力してから来てくれ。努力できない奴に、俺に物申す資格はないと思う。まあ、少なくとも俺は、君たちよりも人生は、努力してるし、苦労もしてる。もう、凄まじい苦労を積み重ね、今の俺があると思ってるから、俺の高みに登ってきてくれ。まあ、果たしてね、まあ、ヒカキン信者って奴が、本当にね、俺の動画を超えうる動画を作れるかどうかっていうのもちょっと甚だ疑問なんだけど、マジで。な、俺のディスインばっか来やがってよ。何考えてるかわからんやつばっかだし、な。ほんと困るわな、コメント欄見とると。で、だいたい俺に死ねえやら、かすやつの、な、やつ見るとヒカキンに高評価押しとるしよ。なんなん、ほんと。ほんと、なんなん？なんか俺になんか恨みでもあんの？ほんとに。意味わかんねえよ、ほんと。ほんと意味わかんねえんだけど。なあ、何がしてんのかよ。なあ。何わかんねえって感じだわ。なあ。そんなヒカキンに憧れてんの？なあ。憧れてるだけじゃヒカキンを超えることなんてできないよ、ほんと。わかった。なあ、憧れてるやつの末路って何か知ってる？なあ。ヒカキンの養分となって、0.1 円となって、朽ち果てていくことだわ。わかったか？ヒカキン信者、0.1 円どもがよ、いちいちうるさいんじゃ。うわ、ほげ！